けいは中国語で料理の種類を意味する語。この項目では中国における料理の一般的な区分法について解説する。中国で最も一般的な区分法は中華八大料理である。それらは以下のものを指す。由来については新朝末期から中華民国初期にかけてこれらの地方から多くの人材がお抱えの料理人を連れて、 地方の役人になったゆえ、全土にそれらの料理が広まったとされる。八大な系ほど一般的ではないが、四大名系とする説もある。その他、洋子港の北と南で二通りに分類する方法がある。国民政府が中国から台湾へやってきた時、多くの有能な料理人が共に海を渡った。その後、台湾では多くの料理が通った、九州を繰り返し、 中国とは別の分類が誕生した。日本における最も一般的な分類法は、最も大雑把に四つに分ける方法である。関東料理、四川料理という料理名には、単にその地方の料理という競技の意味と、それら周辺の料理を含むという抗義の二通りの意味があることになる。中国料理系統区分地図その他、地域分類以外のものに、精神料理、 精進料理や薬膳がある。著者名、帝国書院編集部、著書名、新編、中学校社会科地図、文部科学省検定済み教科書46地図 -704 中学校社会科用、帝国書院編集部編、発行年、2008年1月25日、参照ページ、21ページ下段より、ありがとうございます。